ランチャベをご覧の皆さん、おはこんばんちは。今回私はとある鑑定にすでに潜入しています。今回ご紹介する動画はこちら、輸送艦大隅に潜入してみたです。輸送艦大隅は掃海体験の第一輸送隊に編成される輸送艦で、海上輸送のほか水陸両用作戦を主な任務としています。その他災害派遣でも活躍しており、給水支援や入浴支援、救援物資、医療関係者の輸送など、これまでに多くの現場で活躍している頼れる船なんです。今回の缶詰は広島県呉港を出港する輸送艦大隅に乗り込むことに成功しました。缶詰が大隅初潜入、一体大隅には何があるのでしょうか。はい、それではちょっと輸送艦に乗るのは私初めてなんですけども、でどんなものがあるのか早速いろいろと見に行ってきます。ここが輸送艦大隅の上甲板スペースです。通常の護衛艦に比べて広いスペースですね。輸送艦大隅の後部ですけれども、ヘリコプターが2機発着できるスペースがあります。そして前方、できるだけ多くの車両等を積載するスペースを確保するために、こちらですね、環境構造物が船の右舷側、船の右側に寄せられている構造が特徴的です。それでは大隅の内部に潜入開始。あ、艦長室？気を取り直してどんどん参りましょう。中もすごく広いです。気をつけないと迷ってしまいそう。陸自の居住区なんてあるんですね。ちょっと見てみましょうか。ハッチの下ですね。輸送艦大隅にはなんと陸上自衛隊員専用の居住区画があります。すごい数のベッド。3個中隊最大330名の陸上自衛官を運ぶことができるんです。すごいですよ、食堂。すごい、大波で紹介した食堂とはちょっと違いますね。この日の昼食はなんとカレー。乗員に混じっていただきます。それにしてもすごいボリューム。ありがとうございます。盛り付けはうまくいきませんでしたが、味は保証します。黙食。リアクションはともかく、カレーの美味しさは間違いなし。ごちそうさまでした。それではなんと大隅に潜入して泊めてもらえることになりました。ゆっくり寝て明日の取材に備えたいと思います。おやすみなさい。さあ、輸送艦大隅の特徴的な設備の一つがこの医務室。
災害派遣の際には臨時の医療施設として重要な役割を持つこの医務室には歯科治療室、集中治療室、手術室などを備え、負傷者の処置などができるようになっています。輸送艦大隅の車両甲板です。広い車両甲板からの車両の上げ下ろしにはエレベーターを使います。車両甲板には陸上自衛隊の大型トラック27両を搭載できるほか、車両甲板だけではなくその他のスペースを活用し最大で約1000名を収容できるのです。この輸送艦大隅、ただものじゃありません。ご覧ください、ね、見てください、こちらクレーンです。普通のお絵描きはこんなのないですよ。15トンのものを持ち上げる最大ですね。ここも広いです。最後部すぐ外は青い空に青い海。缶詰をご覧の皆さん、あれが第一エアクッション艇隊が誇る、海上自衛隊が誇る LCAC ランディングクラフトエアクッション、略して LCAC です。改めてご紹介します。これがエアクッション艇、通称 LCAC です。間近で見るとすごく大きいですね。長さ 24.7m、 幅 13.3m、 最大速力は40ノット、積載能力は重さにして約50トンの能力を誇るホバークラフト型の輸送艇です。この LCAC が輸送艦大隅には最大2隻搭載できるんです。さーて、次回の缶詰は LCAC たっぷりお見せします。今回の缶詰はいかがでしたか？輸送艦大隅に潜入してみた、いや輸送艦ならではの装備、見応えありました。また海の上でしか見れない景色、最高です。次回の缶詰もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。